お孫さんには何て呼ばれてるんですか。バーバ、あのバーバ、あのババアじゃないの。言ってません言ってません。バーバ、バーバ。私深沢っていうとこ住んでるんですけど、深沢のバーバ、地名までねしっかりとおっしゃっていただきまして、ちゃんと言うんですよ。でバーバタクシー乗ってもね、バーバーの家へまっすぐ行ってくださいって言うんですって。それを聞いて嬉しくなりました。お近くなんですか香川さん。5、6分ですね車で。いい距離ですね。いい距離ですけど、あんまり来ないんですけどね。いざと言ってくれる近いし、まあ、可愛いですね。でもね、責任がないし、あとなんか最近びっくりしたのが、お孫さんに扇子を渡した時になんかちょっと変わった行動してて、うちにねこんなちっちゃな扇子飾ってあるんですよ、これ飾り物なんです、これ欲しがったのね、これはダメと、じゃあ私の舞扇をこう渡したんですよね、そしたらねこれは驚きましたね、金目をすぐ持って、そしてこうしてこうパフ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 ってやったんですよ。ポーズを決めたんですか。ポーズを決めたんですか。ポーズしたの。下手だったけど、下手だったけどポーズを、でパフパフパフ、誰も教えてないのに、DNA かなって。それはあのお父様の香川照之さんとか浜さんの舞台を見たことはあるんですか。私のないです。私のあちって照之のもないと思いますね。照之あない、だってまだ小さいからね、連れて行けない。大体お子さんに扇子渡すとこうやって開きますよね。開きますよね、初めこう開きそうになったから、いや違うこういうふうに開くのよって開かしたら、開いて金目持ってこうこういうふうにやってます。こうやって遊ぶんじゃなくて。でも最初は怖かった。え、なんでですか。やめてやめて、もうその道はやめてよって、え、その反対なんですか、バーバとしては。私テレーキが入った時も反対でしたから、この道。あ、そうですか。だって厳しい世界ですから、もうちょっとね楽なとこがあるんじゃないかと思って。香川照之さんが子供の頃とお孫さんと比べていかがですか。はい、あ、似てるとこありますね、あの聞き分けがいいというか、手がかからない。そう、照之さん聞き分けが良かったんですけど、結構おとなしかったですね。そのですね、はい、香川照之さんの貴重なお写真があります。幼少の頃のものですね。変わらないです。変わってますよ。公園ですね、公園で。やはり香川さん面影ありますよね。そうですか。これ前の歯がないんですよ確か、抜けちゃって。そう、前公園にこういう遊具ありましたよね、こう回るの、はい、最近見ないですね。ないですね。何かな、これは取材か何かで行かれた。そうです、そうです。そうですよね。そうです。こういう格好で公園行かないですもんね。すごいきちっとされてますもんね。本当ね、なんかあの照之もちゃんとしてますね。ハイソックスに革靴ですよ。本当よ。いやね。そうそう、懐かしいですねこれは、すごく。お孫さんができて、こう香川さんと会話も増えましたか。やっぱり孫の話が中心になりますからね。照之とはね、私本当本当に仕事の話をしないんですよ。ですから何をしてるかもわからないし、旗から聞くんです、今あのこういうとこに出てますよ、今こういう芝居してます、こういうドラマやってます、こういう映画やってますとか、あ、そうですかって見に行くんですが、あまり会話なかったんですよ。うちへ来ても、あ、仕事の話はしなかったんですね。だからこの頃はあの、まあ、仕事の話はもちろんないんですけど、孫の話で、話は膨らんでいきます。香川さんでも最近本当に素晴らしいですよ。素晴らしいですよね。いい作品たくさん出てらして、ね、ありがとうございます。舞台といい、ね、頑張ってますね、映画ドラマ頑張ってますよね、この間揺れるを、ね、見に行ったんです。揺れるって映画いいですね、あれね、良かったです。あ、ダメです、満員で入らなくて。盛況なんですね。2時間ぐらい待たされるって言うんで、朝朝行かれたんですか。行きました、渋谷、だから帰ってきました。でこの間来た時に、揺れるが見れないんだけど何とかしてくれないって照之に言ったら、そうね、まあちょっと見れるまで待ってなさいって言われて、クールなんだ、もうちょっと今動かない、待ってるしかないかって。すごくいいですよ香川さん。そう、これまとめたものなんですよね。持ってきてくださったの。はい、93歳の絵遊び、母から娘に捧げる思い歌、香川照子、浜優子の母だ、書いてあります。そしてこの中でもですね、注目はあのこちらでございます。あ、これ下手でしょ。そんなこと、香川照之さんがですね、秀吉を演じた時の絵なんですね。秀吉を演ずる孫に、ババ涙と書いてあります。
。こちら普通は写真よりもねよく描くのが本当なんですけど、写真より悪く描くっていうのも珍しいです。そうですね。でも似てますよ。香川照之さんはおばあちゃまの字を一字いただいたんですね。照っていう。そうですね。でもこれはちゃんと見ていただいたんですよ。名前忘れちゃった。誰先生に先生っていう。そしたらたまたま同じだった。あ、それ偶然もあったんですか。偶然。